クロード・アブリーヌは、フランス・パリ出身の小説家、詩人、フランスのレジスタンスのメンバー。1937年にルイ・デリュック賞の審査員、1968年に開催される予定だった第21回カンヌ、国際映画祭の審査員を務めた。1901年7月19日、フランスのパリ国に、ユダヤ系ロシア人であった両親のもとに生まれる。 両親はロシアでのユダヤ系に対する迫害ないし、人種差別から逃れるためにフランスへ移住していた。1905年にフランス国籍を家族全員で取得し、アブリーヌはパリ五区のアンリ四世港に入学したが、途中両親がベルサイユに引っ越ししたため、同地のシ志向に転校した。同校在学中の1915年、ボランティアで第一次世界大戦のメディックを務めた。 その後さらに、パリ16区のジャンソン・ドゥ・サイ・イコーで学んだ。同、サイ・イコー在学中、健康を害したため勉学を中断し、1918年から1919 19年にかけて南仏間ヌ・キンコールカネに移り住み、作家活動をする。1919年、アブリーヌの詩がマガジンに掲載され、フランスの詩人、小説家、批評家である。 アナトール・フランスと友人になり、メンタリングとなった。1920年にパリに戻り、1922年に自分自身の出版社を設立し、フランスで最も若い出版社と呼ばれた。1923年、アブリーヌが病気の療養中のタメホン・ロムー・オデイ・コール・ビアにいたとき、後に映画監督となるジャンビゴと親しくなる。1929年に改装期。 夜明けを表し、1930年から1955年にかけて全三部作からなる大河小説、フィリップ・ドニの生涯を表した。1937年にルイ・デリュック賞の審査員を務める。第二次世界大戦時にはフランスのレジスタンスに参加し、1952年にはイタリア賞を受賞した。 1968年に開催される予定だった第21回、カンヌ国際映画祭の審査員を務めた。1974年より回想録を表し、1992年にパリで亡くなった。なお、日本におけるアブリーヌの著作は、フランス文学者、翻訳家である、庭野秀彦、川森義蔵と、俳人、詩人、評論家の安藤次男により翻訳され、 出版されている。ショーン・ブラン、デビット、ソルジャーズ・オブ・ザ・ナイト、ザ・ストーリー・オブ・ザ・フレンチ・レジスタンス、ダットン、http コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、a イコール t ベットンニクボー66オーナーにローキー&、カラットイコールリザルト&、id イコールルホーキャマジ &dq イコール22、 クロード・アバリーン 2210&、Q イコール22マズウェイ12中に、クシェイ、パスカル、雄サンズパーイル、ビブリオテックデリトラチュア・フランセーズ・カンテン・ランデール、ユニベルシテ・パリ7 ht、http コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、a イコール hh エトナクブ9ベンジャフ12オズ二バイト G&、カラットイコールリザルト&、 ID イコールグバッカジ DQ イコール 22, アベイ CR パーセント C3 パーセント A9 パーセント C3 パーセント AQ サメゾン 22, アバリーン Q イコール 22, アベイ CR パーセント C3 パーセント A9 パーセント C3 パーセント AQ サメゾン 22, サーチアンカージョルジュ、デュアメル、クラニークで、 アリエ・ユートン・デ・パスキエ、ユニオン・ラティネ・ディ・エディスヨン、http コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、a イコール,ル,ールー、w w n h t m r h h 4ユート・ジョンエド1バイト G&、カラットイコールリザルト&、id イコール n6 ザジ &tq イ,イーコール22ジュンヌエディター22クロード・アバリー&、q イコープループラスジュンヌカンヌ国際映画祭 粉砕事件が起きたため中止となった。ありがとうございます。